ジョシュア・ダラスはアメリカ合衆国の俳優である。16歳でイギリスに渡り演技を勉強した後、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの一員として活動。2006年よりテレビ出演を始める。2011年公開の映画、マイティソーでは撮影直前に降板したスチュアート・タウンゼントに代わってカンドラルを演じた。また、ダラスは役作りには エロールフリンからインスピレーションを得て、彼の出演映画の多くを鑑賞している。イギリスの女優ララパルバート2007年に結婚したが2011年に離婚。2012年より、ドラマ、ワンスアポのアタイムで共演した女優のジニファー、グッドウィンと交際を、はじめ、2013年10月9日に婚約。2014年4月12日に結婚し、同年5月29日に、 息子が生まれた、オリバー・フィンレイ・ダラスと名付けた。2015年11月に第二子の妊娠を発表。2016年6月1日に第二子即死、ヒューゴ・ウィルソン・ダラスが誕生した。ありがとうございます。